だって今までですよ、バックセンターの編集する機会がなくて、なんで、はい、カメラを買いに行きました。おー、いやー、シリーズですね。始まった？はい、どうもー、バックセンです。今日は車内から、車内からさ、今日ね、だって今までですよ、バックセンターの編集する機会がなくて、あのやっぱかスマホで撮ってたから、今スマホもね、そうですね、そうですね、そうですね、容量がですね、そうすぐいっぱいになる、そうそう、もういっぱい消してましたもん、今までやつ歌えないわ。なんで、はい、いきなりですけど、はいはい、今日はカメラを買いに行きました。いやー、シリーズバックスね、もうチータ持っとるから、チータ持っとるから、節約してた、本当節電もしてきたし、あー好きね、でもあんたまだ1本しか動画撮ってないやろ。そうまだ1本だけだ。でもありがたい、ちょっと前に1本だけまだ動画、うん、ね、1本しか出してないんですけど、皆さんのね、おかげで、ね、うん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、いきなりポンポンポンってまだ昨日の時ぐらいの1本の動画だったりね、本当っすよ、チャンネル登録してもらって、うん、ちょっとびっくりするぐらい増えましたもんね。なんかちょっと頑張らないかもしれない。本当ありがたいわ。まだまだかけてもおられませんね。そうそう、カメラ、うん、カメラ、俺の話それるけもうだいぶこう、といいところ行きますからね。カメラ、カメラ、うん、何のカメラがいいですかね。詳しいだろ、ゆうちろくんとか。ああ、そうですね、やっぱ画質が良くて、うん、で音とかもやっぱ変わる、うん、ですね。あ、でも、あ、だから手ブレ機能とかもやっぱ、うん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 、GoPro によって、ああ、いいっすね。 GoPro がいいとかな。あ、有名ですよね、うん、手ブレも、防水も手ブレもある。音も GoPro の画像、うん、4K 撮影できる。あ、それが 4K、 うん、これ 4K って何のコツかなと。臭い、汚い危険給料安い。いやいや、給料高いでしょ。え、給料高いじゃないですか。へ、ほら、ちょっとまたビデオカメラを買う行く話がちょっとそれたんじゃないですか。、ね、じゃあ俺がさ、GoPro で決まりなのね。まあ、いろいろ話聞いてみましょうよ、せっかく行くからですね、うん、ですよね。で、あの YouTube 撮るのはいいんですけど、一回一回の思考が半端ないですよね。俺ただの白い T シャツしか着てる。マジっすか。もうほんと腹。思考って服っすか。そう、でも容姿、容姿。容姿ね。容姿。さっき来年なんか思考って書いてあったから。思考って何やろうな。まだ五箇字になるね。思考踏んでますね。思考踏んでます。だけど広がるね。ですね。で、こう、もし GoPro だったら、じゃあ今言ったけど、あの水中撮影とか、ね、うん、できる。ちょっとはっちゃけても大丈夫ってことか、うん、できますね。あの水中の中とかちょっとやってみたい感じ。ああ、面白そう、ね、や、ヤマメがいい。そうそう、ヤマメ、ね、俺たちは水中メガネだと、うん、こんなのでつきますか。俺が子供の頃得意技がある。得意技なんかやることがある。あと、五ヶ瀬出身の方で、久しぶり、もう何年も帰ってないけどここの景色見たいなとかいうのもですね、メンバーでね、行ってこう撮りに行ったりして、うん、いいですね。あ、そういうのもしてみたいなと思います。いいですね。もしあの見たい景色とか注文があればですね、下のコメントでですね、入れてもらう。こういうところですか。こういうところ出るのかな。こういうところ、ここかな、ここかな。また編集が大変になるのか。編集泣かせる。ね、今日はちょっと陽介くんがいないんですけど、ね、寂しいわ。陽介、雨が降ってもハウスやから仕事ができる。ああ、そうそう、うん、あ、今日はちょっと仕事やった。夏日が忙しいみたいな。夏日、夏日みたいな色してますもんね。いや、もういい、おらんけね、なんとでも言う。そうそう、おらんけも叩かれん、確かに言えない。叩かれん、今日は。いつも叩かれんけど、いや、陽介くんが乗ったらもうこれ突き出しますからね。185?6? そんなあるんすか。だよね、ほんと無断でかいっすよね。無断でかい。歌うとき隣に立ちたくないよ。
ね、たまにはちょっと陽介くん、俺のところで陽介くんのいいところ言ってみましょう。一人一個ちょっと陽介くんのいいところ言ってみますか。そうですね、はい、はい、どうぞ。もうターバン巻いたら本物全然面白くない最初からもう面白くないぐらいもう、ね、そのまんま一回なんか保育園の時にですよ、そう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 、出し物であの仮装をしたら、うん、あまりにもちょっとそっち系すぎて、うん、みんな引いてったはい、じゃあ2つ目、ゆうちろくん、収穫した美味しい野菜をくれます。おー、ありがたいね。美味しいですよ、あれ。それは家族が喜ぶ。そういう陽介くん、冬はね、ラナンキュラスをいつも買われるしね。ラナンキュラスはもううちの嫁さんとか超好きやから、あの陽介くんからあんな花が出てくるなんてもうびっくりするやっぱ繊細なんですね。繊細です、繊細。じゃあ3つ目、最近色が白くなった変わらんし最近俺たちも濃くなったですよね、やっぱあのテレビマンできるやつほど色黒だっていうのがありました言葉がごめんなさい、滑りましたガキ使いは多分ガキ使い、いやー今のは恥ずかしい。はい。暗い。では、今撮んね。これ手ぶれがやっぱ半端ないですよね。早く GoPro 使いたいですね。ね。だいぶやっぱもう、手ぶれが。はい、4つ目。どうですか、はい、どうですか、真面目、頑固。それ上げたり下げたりじゃないですかいや真面目一本立ちだな、ね、曲がったこと嫌いです、真が通ってる、たまに面倒くさいはい、最後の一つ、最後の一つ、なんだろう、なんだろう、でも考えるってことはあんまりいいところがないとかな歌声が、ああ確かに高音もすごいし、低音もすごいし、喉が開くやん、なんかすごい響く、あ確かに、この前カラオケ対決したらやっぱ負けたもんやっぱすごいわ、言わせてくれたもん、ね、自分たちなんか傷の舐め合いみたいな感じ自分たちの歌を自分たちを褒めてどうすんだよもう着いた、早いね、もうアホみたいなことばっかり言ったらもう着きましたよ、一周だったらもう笑い転げて疲れて、もう買い物に来る段階で疲れちまった、本当もう泣いて、本当龍馬疲れるわね、一回撮った動画がバズりましたから俺たちなりに登録者数120人バズったのか、バズったもん、一気にバズったマジでこんなことばっかり言ったらもう本当つきましたよ、あっという間、本当あっという間だね、今日あのじゃあですね、もう満足、うん、もう満足、帰ってもいいここまで構わずにはい、じゃあ行ってみますか、はい、おー、終わった、ちっちゃい、ちっちゃ、これですね、ちょっといい、セーブミリとか大きくなって、ちょっと大きくなってね、5,800円、すいません、値段をこんな感じで5,800円、これもう3,086円いらないんじゃないですか、すいません、説明するとことかをちょっと動画に撮らせてもらったらダメですか、GoPro 買ってきました、もう開けてカタカタしてるけど待てなかったもうゆういちろくんがね、すごいね、おしゃれ、ほらかっこいい、すげー、フィルムまで貼ってしまった、うん、歯が強かったせいもいやすげー、すごいね、でもちょっと今触ってみたけどね、なんか携帯と連動して、うん、キレキレやった、これでもう今回の手ぶれがなくなりますね、この車の感じ手ぶれが半端ねえから、龍馬が揺れるぞまあね、これでほら次回、はい、今度はちょっとこの GoPro で撮って、そうっすね、いいっすね、でほらちっちゃいし画像もいいしね、
ろんな岡瀬の綺麗な景色とか、ね、あ行きたい、あと動きも動きやすくなってぜひぜひ楽しみに、はい、ということで以上です終わり方が決まってないもう疲れた、そうそう龍馬と馬1時間ぐらいでいいからもう笑いすぎて疲れて飯食ったらもう眠くなっちゃう子供じゃんじゃあまた、はい、よろしくお願いします、また次の動画でバイバイキーンでもほら俺たち YouTube するの初めてやん、はい、で構成がわからんじゃん、あ、はいはい、でせっかく、うん、こう GoPro とか書いたら、うん、こう店員さんに説明してもらったりとかさ、あ撮りたいとか、まあ、お買い上げのところも撮らせてもらいたいっちゃけど、そうですよね、なんて言えばいいっちゃろ、その時にやっぱ店員さんにちょっと話聞いて、僕たちYouTuber なんですけど、昨日から昨日から YouTuber なんですけどなんですけどいい GoPro ありますか